あきれいけ。ご主人の動きをするとお金を払わなきゃならない。入場料取られると思う。後でって、うん、ご主人の人は後でだった。じゃあ後で一緒に、うん、あお茶様の方はすみません、こちらの方に来ていただいて、はい
なんだっけね、はい、配管地そうかも、あれないの？通天橋になります。つい先週ですね、G20 の候補選手ファーストレディーたちがここで向こうから写真を撮られて新聞に載られてたから、いやこういうのが、まあ、そうですね、こっち向きで、はい、いや同じです。私はね、ちょっと個人の結婚式の勝負で仙台に行ってました。京都には東山にですね、36峰といって36個の山々がありまして、一番は比叡山延暦寺、有名ですよね。そこからずっとですね、36番目の伏見稲荷さんまで有名な山があるんですけれども、例えば銀閣寺さんだったりとか清水寺さんだったりとか南禅寺さん、永観堂さん、いろんなお寺があって、そのうちのですね34番と35番の2つの山を持っているのはこの東福寺だけなんですね。その2つの山をつなぐのが雅雲橋と通天橋と、もう一つ向こうに今見えませんけど円月橋という3つの橋がつないでおります。この下を流れる川はですね、仙玉川と言われていまして、仙玉というのはですね、洗う玉、玉を洗う玉というのはですね、心を表しておりまして、ここを通るたびに心洗われるという、はい、もう私は何千回通る。ここってすごくこの緑の感じもしたら、約3000本のもみじが、これは温泉もなくてですね、これは当時中国の金山満州寺より持ってきた鐘で育った、もちろん代替わりはしてますけれども700年も前の、その正一国師が持ってきたものだと言われています。正一国師は静岡の方でして、静岡茶の茶祖と言われてますね。宇治茶は英才さんですけれども、静岡茶は正一国、ここの会社の正一国師という言われております。ここ静岡ですね。
日本で一番初めに国士号をいただいた方です。名前は縁起弁縁という某賀子正一国士。大体約700年ぐらい前の方なんですけれども、今もですね、ここでは私たち三内の和尚が半年交代で輪番をしてここに寝泊まりしてですね、朝昼晩とお経を読んで、で朝にはですね洗面のお湯を用意して、タオルを用意して、そしてお経を読みながらご飯を差し出してというのことを今も700年変わらずやっております。よく油断という言葉が、ね、ありますけど、あれは油を断つと書きますよね。それはこの方のですね、光の中ですね、の明かりの油を断つといけないからというのが、比叡山のところから名古屋駅で言われております。正一国師は一時期ですね、祇園の建仁寺さんの住職も兼務されておられまして、今もですね、その時に東福寺から建仁寺に毎日通っていたので、その通っている時の送り金と迎え金というのもですね、今も700年変わらず売っています。ここは、はい、そうです、ここは12時ちょうどぐらいですね、送り金で、向こうの建仁寺は2時ぐらい迎え金と今も売っています。今も700年ずっと売っています。そこで、ここに当番の方がそれを毎日呼びます。あ、そうですね、今は時計でね、動いてますけど、昔は本当に出た時間に知ってたんですね。今そんな人はいなくて、送りの神様から それを県民で聞いたよ。上にあるのはですね、
伝ね角って衣を伝える角度が書いて伝ね角って書いて京都五角の一つ京都五角で一つは金角二つは銀あと三つあるんですけどそれの一つにしてみる全然いい京都五角っていうちゃんと用意してるんですよね。いっぱい縛った跡がついてるんです。本当ですね。こういうところも昔はこういうのを糸巻きでやってたんですよ。着替えとかないとダメになるし、うん、また緩んでくるとあちこちにね、浮かびますね。そのうちは何もなかった。
社会の窓枠の話だ。あの時は平均で言うと200年だからね。いや、また明るくて結構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 行かれてるんじゃないですか。今まで見つかったかどこか行く本当に実際にみんなマッチャーって邪念があるわけじゃなくて、なるべくこちらに置いた方がいいと思いますよ。
いただくと分かると思うんですけれども、京都というのはですね、市の条例が大変厳しくて高さの制限があるんですね。見ていただくとビルとかが一切映らないようになって、これは景観条例がすごく厳しくて、もちろんこのお寺などからの景観を市自体が、京都市自体が守ってくれているおかげで、今も変わらず昔の景色のままの綺麗な状態で見れるというふうになっております。ここに見えるあの門は勅使門といって、皇族の方が来られた時、もしくはここの住職が新しく新参された時にのみ開けてですね、ここから入ってくる。今日は皆さんのために開けたかったんですけど、なかなかそこらまで力を及びません、はい、右のお庭は京都御山を表しております。先ほども言いましたけど、京都の御山には全部道場がありまして、一つはここの東福寺、もう一つは南禅寺、そしてもう一つは天龍寺、そして金閣銀閣を持っている聖国寺、あともう一つが祇園の天人寺で、それとは別で二つ妙心寺さんと、大徳寺さんというのがあります。各々に京都らしい裏のある含んだニックネームがあって、東福寺はガランズラというふうに呼びます。見ての通りガランというのは大変建物のことなんですけど、ガランズラ建物が大きいお寺というガランズラというふうに言われてるんですけど、裏の京都らしい裏の意味を話せば顔がでかい、態度がでかいという妙心寺さんであればソロバンズラというソロバンの目のようにギュッとお寺が詰まっていますね。逆の裏の意味を言えば最大派閥なのでお金の計算ばっかりそんな意味があって、全部の七本山にそういうニックネームがあります。あ、写真どうぞどうぞ。いいですか、はい、じゃあすみません、集合写真を撮りたいと思いますので、ここに、腰掛けていただきながら藤本さんの方から撮っていただくようになりますので、こっち皆さん、ちょっとなるべく前の方に来ていただいて、前の方座っていただいて、集合写真を撮りましょう。もうちょっとそちら前の方へ、前の方へ、なるべく前だって前の方に出ていただいて、
すみません、前の方に出ていて、前だって前、なるべくこの前側に出ていただいて、はいはいはい、こうそこで、はい、そこから撮りますから、はい。はい、旗の前もその階段になってるので、ま、そこででも、はい、じゃあ帰るのこんな、今顔が見えてない人は見えるようにしてください。そうだよ、大丈夫かな、まあいいわ、そのぐらいの感覚入らないぐらいがちょうどいい。そんなに残らなくない、思い出は残さないように。このままの裏側の庭に行きます。はい、マジか。ここは正殿市松といって、正殿っていうのはあの井戸の井ですね、に田んぼの田で正殿市松、市松模様になってます。ここもあの向こうの庭も南側の庭もこの西側の庭も、もちろんこの後行く北側の庭も、あの重森美玲さん、昭和の作庭家の重森美玲さんが作られたお庭になります。一番大事なことを言うの忘れてました、重森美玲さんです。すげえ。ちょうどここでこの間ね、写真撮られてるのも写ってましたね。あどうすいません。ミレーさんね。そうですね、先ほど行ったら向こう、この、展望台、通天台というんですけれども、この展望台はですね、もともと通天橋の橋だったんですね。で災害で、橋が倒れてしまった時に、その廃材を使ってこの展望台を作ったんです。昔あの私がついていた福島経堂浪士がですね、あの英語も堪能な方だったんですけれども、それこそ G20 じゃないですけどチャールズ皇太子がここで対談されたんですね。でチャールズ皇太子と福島経堂浪士が対談された時にですね、翌日の新聞に2人が大笑いしている写真が一面に載ったんですね。向こうから今度は撮られてるやつ でその大笑いしている一面の写真を見てですね、信者さんたちがこれは何を話してたんだって福島経堂浪士に質問されたら、あのチャールズ皇太子はすごく禅に興味のある方で、ここは何をする場所でしょうか、座禅をする場所ですかというふうな質問を福島経堂浪士に投げかけて、で福島経堂浪士はあのここはそんな場所じゃない、向こうから新聞に取られるために作ったんだって言ったらですね、それが本当に新聞に載って、まあ、そういった冗談の好きなあの浪士だったんです。なのでこの古い通天橋のあのなんで虫がねまだ跡が残ってます。外までそうですね。見えますね。これ。壊れてる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 。
これ、あ、これだ。すごいよね。はい。この北条と葛藤と仏殿というのはですね、昭和じゃなくて大正の終わりに焼けてしまったんですね。で昭和の初めに建て直せるされたんですけれども、その時にあの全部庭を重森美玲さんが、すごいよね、その時のその庭の財布ですね。そんなに俺写真集持ってるこれ、うん、美玲の、すごいよね、新しいんだもん、昭和だもんな。
いいんですよ。スリッパを靴を脱いでいただいて、特にスリッパをご用意しておりますので、中心になる場所ですね。先ほどもあの工場の方で言ったお伝えした通りですね。